からまずは単純に感じ取ってほしいな。感じ取る？何を？何にも難しいことなんて考えないで、頭を空っぽにして、こういう水の中の世界を。すごいでしょ？これが水の中の世界。これはまだ水の中に近い世界。世界にはここよりもっとすごい景色を全身で感じられる場所があるんだから。ここよりもっと。